こんな日は。次は何に会えるかな。故郷からの刺客か、それとも警策の水を犯すものか。生物の姿形を羨み、純粋はあらゆる形へと変化する。この水の力で裁きを与えよう。いかようにもなれる。それが水の力。よっ、よっ。地上の生き物は盤石な足場を失うことで力を失うだろう。なれる。それが水の力。キャプテン。水の尊さを分からぬのなら、水の恐怖も知らないだろう。そろそろ始めよう。足場を奪われた感覚を味わってみるがいい。いかようにもなれる。それが水の力。落ちるわ。貫こう。はっ。せい。や。はっ。ざ。ちょ。や。しかし、川や湖があり、空から雨が降る限り、水は消えない。you
それとも計策の水を犯すものか。生物の姿形を羨み、純粋はあらゆる形へと変化する。この水の力で裁きを与えよう。いかようにもなれる。それが水の力。よっ。と地上の生き物は盤石な足場を失うことで力を失うだろう。いかようにもなれる。それが水の力。権限。水の尊さを分からぬのなら、水の恐怖も知らないだろう。はっ、さ、や、と、さ、は、よ、ふ、や、ふ、足場を奪われた感覚を味わってみるがいい。それが水の力。と、や、権限。はっ、と。静かな水を求めること、許されぬのか。しかし、川や湖は。雨が降る限り水。そのように私の瞳をじっと見つめるのはやめた方がいい。何を見てしまうとも限らないからね。それとも計策の水を犯すものか。生物の姿形を羨み、純粋はあらゆる形へと変化する。
この水の力で裁きを与えよう。いかようにもなれる。それが水の力。地上の生き物は盤石な足場を失うことで力を失うだろう。いかようにもなれる。それが水の力。も知らないだろ。やっやっ足場を奪われた感覚を味わってみるがいい。それが水の力。よやせいさて反撃の時間。ここより登る権限。よた静かな水を求めること許されぬのか。川や湖があり、空から雨が降る限り水は消えない。星と深淵、無事今日の依頼を達成しましたね。星と深淵を目指せ。深呼吸をして、さあ踊るよ。故郷からの刺客か、それとも警策の水を犯すものか。生物の姿形を羨み、純粋はあらゆる形へと変化する。この水の力で裁きを与えよう。いかようにもなれる。それが水の力。地上の生き物は盤石な足場を失うことで力を失うだろう。それが水の力。貫こう。ちょ、水の尊さを分からぬのなら水の恐怖も知らないだろう。
さて反撃の時間は落ちるだろう。却下する。足場を奪われた感覚を味わってみるがいい。それが水の力。権限。やっ。はっ。さ。よ。さ。やっ。は。静かな水を求めること許されぬのか。しかし川や湖があり、空から雨が降る限り。ありません。それとも計策の水を犯すものか。生物の姿形を羨み、純粋はあらゆる形へと変化する。この水の力で裁きを与えよう。いかようにもなれる。それが水の力。地上の生き物は盤石な足場を失うことで力を失うだろう。いかようにもなれる。それが水の力。権限。続きといく。足場を奪われた感覚を味わってみるがいい。いかようにもなれる。それが水の力。権限、凡庸だね。せいよ。静かな水を求めること許されぬのか。しかし川や湖があり、空から雨が降る限り。怖がらなくていい。
雷の方が私たちを避けるはずだ。この瞬間の喜びを権限悪くない攻撃だ。
悪くない収穫だね。ベニー冒険団出発！
Thank you.